え皆さんこんこにちは、えー、レック診断士講座独、えー、学者向けのガイダンスということで、えー、今回こんなタイトルつけてみました「一人で頑張ってるあなたへ」ということであの一人で頑張ってる方々にこの受験期間いわゆる資格の学校っていうのをこう使うといいですよっていうね、えー、こんなご提案をするというガイダンスを用意させていただきました、えー、担当いたしますのはレック専任講師小松裕ですよろしくお願いしますあの一人で勉強されてるっていうのはすごく精神力強い方だと思うんですね あの私自身もあのいろんなあの私のプロフィール見ていただければ分かるんですが結構いろんな資格をあの取らせていただいてるんですがその中で独学でやった資格もいくつかはあります正直。ただほとんど受験期間を実は使ってやっててやます昔あの、ね、あのそんなことがあるんですけどあのただ大学は実は結構独学も多くてあの実はあの今はなくなっちゃうんですけどラジオ講座なんていうのを聞きながらね独学で勉強してたださすがに全部独学難しかったんですよ。 ですから夏期講習とそれから冬季講習とそれから直前講習というのはいわゆる予備校ってやつに行って勉強したとかっていうやり方でやってました。だから独学って、ね、メインが独学であったあったとしても受験期間うまく使っていくてってありますよね。それからあと資格試験については私なんかは特に受験期間たくさん使ったっていう経験があります。あのというのはやっぱり時間節約しなきゃいけないなっていうところがあったんで そこはやっぱりノウハウある受験機関使うと結構いいななんていうこともあってですねあの本当にあのただ私両方診断士に関しして受験機関使いましたあのただそうじゃないやつもね結構あったりしますんであのそういったちょっとねフラットな立場からそれからもちろんレックっていうのもありますけどあのレック以外の受験機関っていうところもたくさんあると思うんでね まあその中ででレレッッククってことも,もちろんこれレックのやつすすから押します、まあ、別にこれねステマでも何でもなくあのレックの,あの診断士の宣伝のね、P、PR の,の VTR ってことなんですけどただたまたまねこれご覧になった方にちょっとね有益な情報なんていうのもねもしかして確かく勉強する時にも役に立つんじゃないかななんてこと思います。私診断士以外の資格もね結構取ってる中であの共通的に言えることってやっぱりあると思ってるんでそんなあの体験的なアドバイスをねちょっとさせていただきたいなと思ってます。 さてて診断士の勉強っすすごい長丁場ですよね他の科目に比べてあの1時が7科目あって24科目あるわけですよ全部で11個。でさらに言うとこの24科目は、まあ、落ちないとは言われてますけど筆記があってそれから口実があってで1時の7科目はいわゆる択一、ね、マークシート択一方式があって、まあ、論文までとは言えないけど記述の方式で、まあ、やっぱり600字ぐらいね書くのが4科目続いてでその後で通るね あの口実もあってでその後最終的に昔は三次試験って言って,言ってた言ってたんですが今実務補修という形で受かった後には実地体験もしないと診断士になれないっていう仕組みですよねですから診断士の学習ってものすごく長長場ですね1年で中にはいらっしゃるんですねやっぱり優秀な方でね数ヶ月で受かっちゃったよっていう方いらっしゃるんですけどえ、ね、でも実際やっぱり難しくてほとんどの方は1年以上かけてね ややっっぱり今からやってでどっちにしたって今の時期これぐらいになってる方はあの診断士の試験っていうのは2時に,に関しては10月その口日は12月試験発表は1月でその,後のあの一番早い実務方針は2月3月で,すで漢方工事は4月末ぐらいという形になりますからどっちにしても今から1年かけてもまだ診断士になってないっていうぐらい長丁場の試験です、はい、で何が言いたいかっていうと。 さまざまな勉強を記述それから卓一それぞれの方式で適切にアウトプットでさらには診断士になった時には実務補修というのがありますからそれをプレゼンテーションする能力まで問われているっていうことを忘れないでいただきたいんですねですから一人で一生懸命知識入れるっていうのが診断士の勉強の方法では残念ながらありませんこれをどうやってうまく外に表現していくかそこまで含めてやっていかなきゃいけないですよ はい、落とし穴いくつかあるんですよ勉強してる中でね知識だとしてもね好きな科目とか得意なジャンルを先にやってしまって苦手ななじみのない科目上ってること結構多いいいんじゃないかなかって思いますこのねこんだけ7科目もありますから自分はね例えば会計事務所がやったんで財務会計得意で数字が絡む経済学得意なんだよ。でもね実は IT からっきダメなんだよね。 その苦手な科目やらないで残っちゃってることってすっごく多いんですよ。ね。で特に科目合格制ですから、あの間違えて例えば8月に一番得意な科目例えば財務と I.T. が得意だとする。で自分は例えば経済学は勉強したことない。やっぱり感覚的につかめない。でもその一番得意なものが残ってしまって苦手なものが残るっていうのがこの診断試験の科目合格制のねちょっと。 罠なんですよね。そうすると苦手なところが残るから勉強するのやんなっちゃうんですよ。この時にどうするかなんですよね。そのために受験期間って使っていただきたいんですね。あの苦手なね。科目を克服するためのサブ教材。そんなのものもね。用意されています。いわゆるレックなんかで言うと道場なんていうのがあったりとかしたりとかね。例えばゴールデンウィークにあの財務のね。特攻なんていうのが用意されていたり。 あのそういううういいののがあありますから苦手科目を埋めるっていうためるるたに使うっていうのもあるんですねそれから得意だと思ったのに間違えて怒っちゃったなっていう方に関して言うとももしかししかかかて演習量が足りななったのかもしれないそうするとトーレン、ね、問題解くの中心のコースなんても用意してありますからそういったものを使ってこのテキストだけずっと見てて覚えてテキストついてる問題解いて分かった気になっていたでも分かんなかったっていう方は今度はね「トーレン中心のコース受け直す」なんていう手あります。 で苦手科目に関してだけ例えば今度はインプットの講座も取るなんてこともできたりもしますからあの本当にねあのうまく使っていただきたい受験期間全部使うってんじゃなくても皆さん計画的に勉強したりとか勉強する意思持ってらっしゃるってのはよくわかるのでそこでねうまく受験期間の力を利用していただくのもいいのかなと思ってます。はい、それかからら勉強したたつもりりなななななんんだけども手にになないい理解してき、ね、できない無粛になった分野ありませんか はい、特に多いのはあの例えば私企業経営理論で言うと3つジャンルありますよね。戦略論論論がががあああっってて組織ママーケティング論、ね、マーケケテティィンンググるで企業経営理論でいくとマーケティングはすごく実践的で分かりやすい、ね、で新聞読んでてもすぐ出てくるというところですごく分かりやすい。で戦略論もまあかっこいいよねっていうところでとっつきやすい。 ところが組織論ってすごくなんていうんですかわけわからない日本語出てくるわからないでテキスト見ても理解できないだからできれば、ね、このマーケティングと戦略論だけやっときゃいいじゃんで組織論3分の1だから落としても何とかなるでしょう逃げ切ってと思ったらあれ60点いかなかった残っちゃったこれ普通だと思うんですよ。 あの私実は組織論担当なんです作文とかたくさんしてるんですけどこれ苦手で当たり前だと思うんですね例えば情報分野で言うとね、パソコン使ったことがあるからあとシステムいじったことがあるからとかって言ったって例えばプログラミングやってる人は少ないでしょハードウェアの中身どういう仕組みになってるかなんてのは理解できないよねとかねそれから会社はねやってるから普段やってるね会社法とかわかるけど民法とか言われてもね何相続の話なんて それからまあ相続出なかったとしても再建債務なんてちょっと分かんないとかあるでしょそういったそういうところ受験期間使うといいんですよちょ,っとことちょっとしたことをね質問できる先生もし通信だとしてもレックの場合は教えてチューターって制度がありますそれから教室行けばね同級生いますこれこういうの苦手なんだよっていうと結構ねあの集まってますからいろんなところからね 俺ここ得意だから教えてやる。その代わりお前これ苦手だあの俺これ苦手だからお前ここ得意でしょ教えてなんていう価値かにできたりするんですよね。これ受験期間のいいところですから、まあそういったところをうまく利用してねやっていただくといいのかなっていうふうに思うんですね。はい、その虫食い分野だけ潰すっていうような講座もねレックの中にもありますし他の受験期間もあると思うんでねぜひそういったところをやっていただきたいと思います。通信ってあの今日あのなんてうかな中,中心のところだと。 バッと教材を送りつけて、全部入ってるんですけど。こういったなんていうか、苦手を埋めるとかっていうのは、あんまり得意じゃないところ多いんですよね。それから質問しても、なかなか専門じゃない先生が答えるから。なんかよくわからない。いうのことがあると思うので。ぜひね、そこの部分をね、考えていただくといいのかなと、受験期間ってやっぱり。教えてる先生、その分野の専門のね。スタッフが教えてるケース多いです。もちろん私も学者ではありません。ただ。 で企業経理論はやっぱりもう3年近く、ね、追っかけてきてますしそれから中小っていう科目なんかもねあの作文を含めて一生懸命やってますからあのそういった先生があのそういった質問とかにも答えてますからねこういうところに受験期間の利用のね一つの長とかねそういったところがありますし他の通信の通信だけやってるところとやっぱり違う面っていうのはそういったところ細かいところのフォローこういったところが全然違うんじゃないかなと思います。 それからね、これもよくあると思うんですよこれ独学で通信なんかやってる方とかテキスト買っちゃった方によくあると思うんですけど何かのきっかけでペースで人間狂うんですよ例えばねこれから行きますと年末年始ってのがありますよね年末年始は会社休みだから勉強できるかってさにあらず親戚が来るね子供がね遊んでくれっていう大掃除もやらなきゃいけないそうするとなかなか勉強やる時間できない で正月ぐらいはねねちょっっとお酒飲んじゃって、ね、そうするとなかなかね教室なるじゃないですかあのー、机に向かう時間ってなくなっちゃうじゃないですかでその後2日になると駅伝やってるわけですよ駅伝とかねそれからね最近盛り上がってますけど大学ラグビーとかやってついついテレビ見てね応援とかしちゃう駅伝見ちゃったら6時間ですからね昔実は中継の仕事やってたんで駅伝のねよくわかるんですけど往復見ちゃったら12時間ですよ。 そしたら勉強する時間ってなかなかないですね。その時間勉強したいんですけど、まあそのためにどうするかっていうと、やっぱりねリスタートするためにそういったペースつ崩れちゃったときに受験期間っていいんですよ。あの通信だけやってるところって教材送ったら終わっちゃうんですよね。ところがレックなんかの場合には、例えば上級者向けの教材でも2回に分けて送ったりします。で、あの初心者向けの教材でも。 一番最初にドーンとベーシックって送りますけどその後に年明けにステップアップって送られて3月4月ぐらいにステップアップって教材送られていきますからいっぺんに教材来ませんあやばいいまたたこれ新しいの来ちゃっっっていう時に頑張るるききかけできるでしょあとそれから教室なんかの予定見てるとあのもちろんこのレックの中心の教材っていうのはあのこのストレートコースなんかで言いますと前回大体8月から12月に始まるっていうのは普通なんですけど。 1>, 1月になったら即習コース4月になったらあの先取りコースとかっていろいろあるじゃないですか。それ見てあ俺もうこの時期になっちゃったあと何回もくとんなきゃいけないなってなったらそこに合わせていけばい,いんですよそういうのを見て、ね、自分はじゃあ例えばね今3月になっちゃったからこのペースに合わせてやっていけばなんとか追いつくなっていうのを作ることもできるでしょ。あのそういうういのが通信取っててたとしても違うんですねこういったねあの出てるじゃないですか。 何月でね何月から始まってるとかっていうこういうのをね参考にしながら自分はどうしたらいいんだってこの時期になったらアドバンスやるよとかって書いてあるでしょそういうのを参考にしてこれをペースメーカーに使えばいいんです通信の方もねもちろん教室来ちゃえば強制的にやりますからあのその強制力働くっていいんですけどじゃあ通信だったら無益なのかってそんなことなくてこれに従って通信の教材これちょっと早めに送ってますもちろんね早く見れるようにしてますからそういったところで皆さんペース作れますからねぜひぜひひ あのそういったところであの利用していただきたいと思うんです。だつんどくなっちゃったよっていう方、本当に単価でもいいですから取っていただくと、でもう一回このリスタートするきっかけできますからね。大切なのはスタートはみんなするんです。だから皆さんこれ見てると思うんですよ。問題なのはつまずいた時のリスタートを早くすることなんですよ。ね、ラグビーでいうとねあのボールに倒れてるとあれでしょ反則ピピって増え増えかれちゃうでしょ。 ロールアウェイっていうわけですよそこですぐ離れてでラインの後ろにくっつく、ね、そういうことができるといいわけですねそのきっかけピピーってみんな笛吹いてくれません独学の方はただレッグの場合とかね受験機関使ってで特にその教室を持ってる受験機関さんっていうのはその教室にね通信の教材なんかもあせて作ってありますから、ね、そういったことがリスタートのきっかけになったりするんですよ。ぜひ、ね、つままずずいいいたとちょっとまずいなっなていう そういう時のきっかけにね使っていただくといいのかなって思いますそれからね落お年のもう一つなんです2次の試験は1次7科目2次4科目で1次7科目8月に受かりました2次4科目10月に試験きますわずか11週間77日ぐらいしかないんです10週間70日かもしれない大体それぐらいしかないんです2ヶ月半しかないんです10週間しかないんですよ1週間もしお盆とかで潰しちゃったら基本的に皆さん10週間しかない いうことなんですこの10週間で2次の対策してないとどういうことになるかということなんですね。わずか2ヶ月後ですよそこで今まで一生懸命その知識中心で勉強してきてあこれはあだなこれはいいだなって勉強やってきた方が今度はマス目を埋めなきゃいけないわけですよ。で特に財務の場合は数字の計算がちゃんとできなきゃいけないわけですね。電卓使ってでちょっと難しいねあの計算なんかも出てきます。それをやる、ね、練習しななきゃいけないけ いうことになると、やっぱりそのね、二つあります。一つは、一次をやってるうちに、その一次の先生がちゃんと二次分かって教えてるか。レックの先生は当然のことながら、受験期間はほとんどそうだと思うんですが、一次の先生、二次分かって教えてます。私なんかも、先ほど申し上げたように、中小とか、あの企業経営理論やってますけど。目線の中には、必ず、あの組織論やってる時は、事例一、ね、そんなのが入ってます。 でそれからマーケのところを触るときはやっぱり事例にとかね考えながらやっぱやってますからあのそういったところのその目線中小をやってたって現実のその事例とかにどう当てはめていくのかななんてことをねアドバイスしながらやっぱり業って展開していってますからそういったところがある、ね、それともう一つ受験期間使っていくところっていうのは1位だけやりっぱなしじゃなくて2位もちゃんとねあのカリキュラム組み込んであるんですよストレートコースなんていうのをね取っていただくと、ね、こういった2位のベーシック講座なんていうのもね そのまま取れたりする。そんなところが一つメリットとしてあったりします。ですからあのねこういったものもちょっとねスケジュールなんかも参考にしていただいて1位の勉強がゴールじゃなくて二十かんなきゃいけないんだよ。そこをどう考えていくのかなっていうところあの使っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。あの私はまレックの先生やってますからですけど今この話っていうのはあのレック以外のねあの受験期間使っていただいても。 あの結構役に立つんじゃないかなと思いますつまずいたときにどうするかそのときにもちろんあの我々受験機関の立場としたら全部来てくださいはあるんですけどそうじゃなくて自分でできるところは自分でやってうまくこういった受験機関を使う例えば友達作るためにちょっと教室通いたいから1,2科目取るとかねそれから苦手を埋めたいからあのゴールデンウィーク通うとかねそれから2次の対策を早めにやりたいから2次だけはやる2次の添削って やっぱり受験期間1ずつの長がありますただし2次中心ってだけの学校だと1の学者にちょっと目線がいってなかったりするところもあるんでねやっぱり1次2次ってつながってますからそれのところをうまくできる学校を、ね、使っていただくっていうのはあるだと思うんでやっぱりそうするとレックは悪くない選択なんじゃないかなって思ってます。 もちろんこういったねセットのコースもありますセットのコースだってお安くてやったりするんですけど別に1科目だけ取っていただいても全然構いませんからねあの特にこの上級者向けのコースっていうやつそれからダブル合格コースっていうのを見ていただくと例えば1次1科目で2次は全部受けるんだよそれも教室だよウェブだよ、ね、DVD だよ全部これ、ね、値段 書いいてありまますすからね全部違います7科目取っても全然構いませんし1科目取っても構いませんしそういうふうにしてちゃんとできますそういったね他に多彩な取り方ってどんな取り方があるのかなっていうと例えばアウトプット中心にやりたいよもう要するにテキスト学習で私は大丈夫だけど点数が取れなかったってことは抜け漏れがあるそしたら問題中心にやりましょうということになるわけですね。 そうじゃなくて特にあるんですけど経済学とか難しいよねっていうところ、ね、そうしたらどうするかっていうと、ね、このインプットも、ね、取りましょうというところそういうのもできるんです。1科目ずつ取っっっててインプットやって,っていうねそういった勉強の仕方もありますよっていうねこれは本当に皆さんのやり方だから例えばあの企業経営論は勉強したけどだいたい分かったんだけど点数伸びなかったじゃあトーレン中心にやっていこうそれから経済学は やったんだけど中身が分かんなかった。これちょっと問題解いてもなかなかいけないなって言ったら、もう一回基礎からやり直そう。としたらベーシックから取っていこう。でついでにちょっと二次対策もやってこうよみたいなことをやって、で他の科目はね、あの自分得意なところとかっていうのは自力でできますよなんていう取り方もできます。それのところはあのぜひね受講相談来ていただければいいと思います。もちろん受講相談は教室でもやってます。で我々があの先生がやる受講説明会っていうのもありますし。 普段から教室スタッフいます通信取る方も全然教室行っていただいて構いませんからねあの教室であのスタッフに教えを請うてどうしてもそれが、ね、納得いかなかった時には本当にねあのぜひねあの我々の自己相談会なんて来ていただくなんて手もあると思いますあのぜひお気軽に来てくださいあの全然ね何て言うか他校を中心で考えてたんだけどちょっとデックのやり方聞いてみたいという方は全然いいですからね大体いい私なんかも月1ぐらいはねどっかの学校で自己相談会やってます。 で初心者向けって書いてあっても別に受験経験者の方来ていただいて構いませんからねあの来た方に合わせたガイダンスやっていきますそれはもう常に私心がけていることだしデックの他の講師もできると思うのでそれ大丈夫ですから初心者向けとか書いてあったとしても今日先生いるからちょっと日のことを教わりたいんだって言ったら全然構わず来ていただきたいなっていうふうに思っています。はい、それからね Web の,の弱点補強講座それから休み時期にあの開催される「道場」なんていうね そういうのありますから、ぜひね、あの苦手を埋め面のに使っていただきたいというふうに思います。はい、つまずいちゃった方、ね、さんはつまずいちゃった方っていうところなんですけど。リスタートかけるために、どうしてるからすればいいかっていうと。ね、ベーシックステップアップアドバンス、初心者のコースって、この三段階になってるんですよ。もちろん受験経験者の方も初心者から受けることができます。つまずいちゃったなと思ったら、これ受けていただければ、これ直々に分かれてきますから。 いっぺんにドーンとと届くことも,もちろん例えば3月に申し込んだらいっぺんに来ちゃう可能性もありますけど今の時期から言えばまずベーシックが来てステップアップが来てアドバンスが来るっていうね直々できてきますからそこのところでねもう一回リスタートかけるなんてことができますからね。それからまあこれねまあレック受講してない方もこれできちゃうんですけど独でやろうと思ってもねこういったこのスケジュールなんていうのね参考にしていただいてぜひね あのリスタートかける時の目安にしていただくってあると思いますからね是非、まあ、ねあのレックの最寄りのね学校来ていただいてあのレックの場合は大体東京で言うとあの新橋池袋それから新宿エルタワーの辺りでねあとそれから横浜とかやってますけどあのそれ以外の学校でパンフレットあると思いますから是非見に来ていただいてで自己相談ついでにしていただいてもいいと思うんですよ。どどうううなののっってててレックさんってどういうふうに教えてんのとかね あのそんなことでも構わないと思うんでちょっとふらっと見ていただいてそこでね勉強していただいていいなと思ったら1科目でも取ってみたりとかレックの,その例えばまあただ何か動きつけないと独学者ってやっぱり孤独ですからねそういったことを解消するためにもちょっとレックに出かけてみようかななんてやり方もあると思います。ぜひそこらへん利用していいいいたただきたいと思いますはい それからね、あの2次をあのやっぱり意識しているという方に関して言うと、レックの一時三科目、中央三科目は、二時に活用できる知識。意識しながら学習を進めてます。でそれから、二時のベーシック講座、そういったものはね。あのそれからトーレン、答練は一、三月に設定されています。早めにね、対策すること可能です。やっぱりね、四月、五月、六月、四月ってのは、二時勉強したいでしょ。一時勉強したいでしょ。一残っている方は。そうじゃなくて、大体年内に一時知識、一回、一通りベーシックでやって。 一、三月にはちょっとつらいですけど、二次の勉強、先にやっといて、四、五か、四、五、六月っていうのは、やっぱりもう一回、一次の勉強、を頑張るんですね。そういったことがあの受験校を使うとできます。ね、それから、さらに、三月、五月のちょっと余裕がある方は、二次ステップアップとかね。事例四集中答練、事例四は苦手にされる方、多いです。そういった対策もできますから。これ、独学の方はね。例えば、七科目のうち、二科目取って、五科目残ってる四科目残ってるとかね。どん,どんやっぱりケースが違うと思います。 あと1科目だけ残っちゃったとかね。ですから、ちょっとあの1つのコース、これをお勧めするって言ってもなかなか難しいと思うのでぜひね。あの自己相談とかで遠い方はあのコールセンターでもいいと思うんです。レックのコールセンターね。ホームページ出てますから、そういうところに相談してみてください。あの、もうどうにもなんなくなったら診断士科の方がね。あの電話したりとかしてくれるはずです。あの、そういうのぜひ使っていただきたいなと思います。はい。 あの、本当に試験っていうのは水物です。情報なんていうと50%を超える年があると思えば、今年は10%を切りました。で、中小なんて科目こういった科目もね。なかなか難しい科目です。ただ、レック結構当ててます。あのこれ受験校を使う一つのメリットだっていうふうに思っていただいて見てください。的中実績こんだけなんですよ。はい、これ別に初心者コースで実用と私あの速習中級者向けなんかもやったんですけどね。で、実は？ 今これ出てないところも実は私の私実は即終コースなんかでねこのグローバルニッチーなんていうところもね当ててるんですよ。ここれ実はののリストの中入ってませんなんでこれ持ってきたかっていうと先ほど言ったようにこれゴールデンウィークに中小ちょっと苦手な方間に,特あの間に合ってない方っていう方向けにあのと特別な教材使って全部その何て言うかなベーシックからあのステップあのアドバンスレベルまで 全全部部冊にまとめたテキスト作っってて日間で全部解いいちゃおうっていう講座それやってでその中にはもうやっぱりテキスト編集するのは2月とかの時点でしたんでかなり予想を入れてあのテキスト編集変えてで2台ぐらい実は言うとそのレギュラーコース入ってないの当てたりしてるんですねここにちょっと印つけといたんですけどそんなこともやってます。ですからあのこれちょっと見ていただいて後で中小困ったなって ちょっっと勉強やってない4月ぐらいに勉強すればいいなと思ったけど手つかなかったと思ったら是非これを思い出していただいてあの「復習中小即週・即習まとめ取り」もう要するに3日間で20時間全部完成って講座おそらく来年もやるんじゃないかなって思いますんでねいろんな講座を用意したのがレックの中心はこちらのあれですかねこの紫のパンフレットという形になりますかね。はいあのアウトプッ あれですね。この1時2時プレミアムコースね。それからあのね、えー、少し勉強してるよ。っていう方に関して言うと、この緑色のパンフレットを載ってる。あのねこのダブル合格コースとか1時アウトプットコースとかこういうのをやっとくといいんじゃないかなと思います。受験経験者の方で独学でちょっと抜け漏れができてしまったな。とか二次対策。ちょっと自信がないな。特に2時は？ 添削しないとなかなか厳しいななんてことわかっている方はこっちのパンフレットをご覧ください。そうじゃなくてちょっとまとめて勉強し直したいなとか、5科目残ってるけど結局あの2時まで勉強しなきゃいけない日中じゃないですか。そうしたら基礎からやり直したいなって方、まとめ取っちゃったとか帰って安かったりもすることもあるので、こっちの紫のねパンフレットとかご覧いただくといいのかなというふうに思います。はい、あのレックを本当にね利用していただく価値っていろいろあると思うんです。あのさっき 実はあの情報が難しかったよ。なんて話だと思うんですけど、情報でもこれだけ実は難しいとしても的中出していて、レックの要するに教材だけ勉強してても450点取れるんです。あと10点どう？持ち上げるかっていうところが最後ね。勝負になってくるんですけど、こんだけ当ててます。実際適中情報ありますね。だから受験期間のやっぱり情報とか、その経験っていうのは信じていただくだけのことなのかな？ 自分で勉強するとやっぱりこういったね。的中とかってね。なかなか,めかなかなか巡り合わないと思うんですよ。答練とかやってたりとかね。ですんで、あの本当にあの自力でやる部分と受験期間をうまくその活用するところ、生かしてで自分が計画的にできてるのかな。さっき4つ落とし穴言いましたよね。自分がもっともし落とし穴にはまってるなと思ったら、どこにハマってるのかな？ってことを考えつつで、それによってあのこのね。 どの講座使うのかなんても,もちろんレック以外の講座も当然あり得ると思うんですけどあのレックとしてはあの本当に皆さんのことね独学者のことも考えてやってますのであのぜひね自己相談会とかそれからコールセンターとかねあのそういったものを通じて自己相談していただきたいなと思ってます我々は皆さんが診断士の試験を受けて診断士に合格するところまでサポートするのがお仕事だっていうふうに思ってやってます。 優秀な診断士を一人でも多くね世の中に出すことっていうのは一つの使命だと思ってますんでその気持ちを持っている皆さん、えー、そこに関してはレックの受講生もちろんレックの受講生はすごい応援してますが今見ていて受講生じゃない皆さんも応援してますからねぜひその中でレック使うともしかしていいのかなって思った方はあの会いに来てあの、ね、我々のと一緒にね勉強して一緒に診断士って世界をよくしていこうじゃないありませんかっていうちょっとご提案、えー、させていただきました。はい えー、30分ばかり、えー、ちょっとねお送りしていたんですけどもしね何か疑問点とかありましたら是非ねレックの方の各校とかねコールセンターの方にお寄,お寄せいただきたいなって思ってます。はい、以上でレックの,の、ねえー、中小企業診断士講座の独、えー、学者向けのガイダンス、えー、タイトル「一人で頑張ってるあなたへ」お送りしまししたた、えー、担当は小松でした、えー、ごご聴どううもありがとうございました。